わしゃな、銭がいるんよ。ここに通帳が隠してあるのは分かった。おとなしゅうせいや。通帳なんて知らないですわ。ニーニーの部屋を荒らさないで。ニーニーが帰ってくるまでそのまま。やっガラスか。羽が引かんがったら面倒なことになるの。うんさんタイヤ踊りゃ壊れたラジオか。じゃ黙らんかバカ。私気づきましたの。ほう、これは最悪な欠片の一つ。でも今になって思えば、リカの心を独り占めにできる幸せな欠片だったのかもしれませんわ。繰り返す者にとって価値観の逆転は珍しいことではない。かつての不幸が今は幸福。ふふ、それも悪くないですわね。良いのか。そなたはもはや人では、いや北条里子ですらないのかもしれんぞ。おかしなことを言いますのね、エウワさん。繰り返すものになっても私は私ですわ。だってずっと変わらずリカとの幸せな世界を求め続けているだけでございますもの。そうであったな。いやー、大丈夫、俺はお前の味方だ。助けて助けて、怖いのやだ。サトコ。なんだよそれは。児童相談所ならサトコを救えるんじゃなかったのか。サトコは嘘の通報電話をしたことがあるから、ちゃんとした証拠がないと。油を小さじ1杯、はあ、小さじってなんね、わけのわからん書き方すんな、このクソボケが。小さけりゃええんか。うん、これでどうなんね。うわぁ、本格派やね。何をしてるでございますの。おぉ、サト、早く火を止めなさいですわ。サトコ。おじさま、もう少しで火事になるところでございましたのよ。すまん、わしはただサトコを驚かせようと。ええ、驚きましたわ。はぁ、それにしてもおじさまがお料理なんてどうしましたの。うまいもん食べてさとこが少しでも元気になればと思うたんね。お気持ちはありがたいのでございますが、もしこの惨状を村の人に見られて児童相談所に通報されたらどうしますの。ひなみざわ村の中で私たちの味方はお互いだけですのよ。弱みは見せられませんわ。なあさとこ、いっそわしらから児童相談所に連絡して誤解を解いた方が。私たち二人と村全員、どちらの言い分が通ると思いますの。それにもしそのザキ家が動けば、児童相談所はすぐに言いなりですわ。わしらだけではどうにもならんねや。家族一緒に平穏に暮らしたい、ただそれだけやんね。なんでこんな。さあおじさま、今は考えていても仕方ありませんわ。私も手伝いますから、お台所をピカピカにしますわよ。まずお水とお雑巾ですわ。そうやね、よっしゃ、力仕事なら任せね。さとこ、生ゴミは。
なんで？おじさま、そろそろご飯ができますわよ。あ、どうかしましたの？なんでもない。先に干してくるね。踊れりゃ下の家に何覗いてんねん。バケが。チッ、村のやつら油断も隙もあらんねん。私をいじめているのは雛見沢村の全員ですわ。わしだけでは無理なんか。一人の力ではどうにもならんのか。さとこ、今帰ったね。お帰りなさいでございますわ、おじさま。どうもこんにちは。いやはや本当にここへ戻られたんですね。大石さんがおじさまと一緒なんて初めてのことですわね。どういたしましたの？里子を守るには味方が必要なんね。村ぐるみのいじめですか？しかしそんなことが。わしの言葉が信じられんのは分かっとる。でも里子はどうやんね？すべて事実でございますわ。この村で私の味方はおじさまだけ。村ですれ違う人も学校のクラスメートも全員私を村の敵だと思っていますの。監禁や暴力の形跡はどこにもないか。家庭環境に問題があるようにも見えませんね。当然でございますわ。私とおじさまの間に問題なんてございませんもの。これは失礼。まさかおじさまが大石さんを呼ぶなんて。嘘を信じて私のためにそこまでするとは思いませんでしたわね。大石さんもお気の毒でございますこと。追い続けた連続開始事件の真相にはたどり着けませんでしたわね。でもご安心なさいませ。このお薬があなたの望む真実をあなただけに見せてくださいますわ。大石がエルゴを発症すれば果たしてどんな惨劇を引き起こすのか興味は尽きぬな。何より我の退屈を紛らわせてくれる実に良い見せ物ではないか。そなたも同じであろう。大石さんが味方になってくださればこんなに心強いことはございませんわ。いや参りましたな。これでもう決まるでしょう。連続開始事件を陰で操る黒幕さん。今年鬼隠しに会うのはお社様のたたりに最もふさわしいのは。聞いた話じゃ鉄平が蹴り倒して鳥居にしょんべん引っ掛けてったらしい。なんて罰当たりが。みんな噂してる今年のお社様のたたりは。ああ北条家で間違いない。